どアラームが鳴ってる。6時半です。決してどこにあんの雨え、シータ、トーク、今日どこ行くんだっけ？だってどこに行くだどこに行くの行ったはい、あと1時間後に家を出ます。朝ごはん食べる？食べれたらじゃあ準備しよう。はい、起きるよ。起きる。ほら、ディズニー行くんでしょ。みたい、おはようは。いつ眠いの？おはよう。おはよう。あったかくてプリプリして気持ちいい。もうちょっと寝たいな。いやほら早く行くよ。ほら起きたいだから。はい起きて。あまりね時間がないのでまったり取れないかもしれないのでちょこちょこ取っていくような感じにしたいと思います。さあ急いでご飯を準備してご飯食べましょう。みんなご飯食べよう。みんなかわいいかわいいもちもちしてて朝ってなんてかわいいの。あ、そうです。今日はですね、私の誕生日がもうすぐということでディズニーに行くということですね。なんかリーザ風なえ、そんな感じのつもりはないでね、見てこれ、ほら、見てこれ、はい、はい、もちろんお手伝いしてくれてるのよね。お手伝いしてくれるあの子はなんかちょっとママに泣いてますけどどうしたの？入れないミカ食べる？うん、食べようか。開けていいよ。剥いてあげるから。すごい男お手伝いしてくれてる。どうしたのにった？抱っこ？じゃあ抱っこしてあげるおいで。あ、じゃあ。あれだ、カメラ置くね。超高速の朝ごはんが来ました。いただきます。昨日の残りと納豆ご飯。ふりかけご飯です。いいじゃん、ちょっとご機嫌斜めだったから泣きましたが、食べてくれてます。ご飯食べて。大丈夫よ。ごめんね、パパが食べやすくしてなかったからね。ごめんよ。お、いける？いける？ああ、いけるね。大丈夫だ。食べればいけるよ、いた。ね。ついてるね。ついちゃったね。ミートボール食べる？パパさ。どうしたっけ、ご機嫌なのに。うわ、痛む口でかい。うわ、さすが。ちょっとみんな食べられる？はい、どうぞ。はい。これでいいかな？これで。ディズニーで買ったやつ。いいじゃん。これさ、多分なんだけど、ちゃんとチビも持ってるからね。いや、いや、そういうの。よし、着替えます。ありがとう。よかったです。あちゃちゃ、アレクサ、おしまい。おアレクサ、おしまい。はい、いたんは髪の毛やってもらってんの。はい、どうぞ。ね、とく歯磨きね。いい。だらみたいな。ね、いいだね。ああ、ちょっとよくない。いた。それでは準備ができたので行きたいと思います。行くぞー。ミニーちゃんヘアにしてもらったんだよね。はい、あなたも行くよ。はい。行きましょう。リゾートラインに乗るよ。だね。そう、自分で多分ね、めっちゃ並んでるから1時間ぐらい入るのに時間かかるんじゃないかなと思います。だらだらして途中で遅くなっちゃった。あ、でもちょっとレポートしていきます。9時に着いてこの辺です。今9時14分でここまで来ました。結構早いんじゃないかな。1時間ぐらい待つかなって思ってたけど、案外早くそうです。でもこれ荷物検査って欲しい。そう、荷物検査。ただいま妹ちゃんがたくさんカイロ持ってきてくれたので、カイロも大丈夫。それ相当しんどくない？妹ちゃんが頑張ってる。こうか、楽しい？あとでディズニーシにせーのディズニースター。いいか、最近やってくれるんだけど。9時半です。まあ大体もうあとちょっとだね。前にあと15組ぐらい、まあ、入るのに40分ぐらいかな多分。1時間だよ。1時間見ておいた方がいいかもしれないね。うん、まあでもそんなもんじゃないかと思っていたのでいいんじゃないでしょうか。別にもうちょっと次のお客様どうぞ。来ました。やっぱ40分かかったかな。そうだね。あ、20周年ですよ。20周年。東京ディズニーリゾートに。はい。楽しかった。ありがとう。はい、ディズニーシーから帰ってます。出ました。今8時ぐらいかな。8時40分っす。あれ、8時40分。お土産とか見てたらね、結局ね、遅くなっちゃって。いるよ、そこに。ほら、見えてるでしょ。じゃあ、これからね、帰ります。もう近い距離にいるじゃん。そうなんだけどさ、すぐ帰って今日は編集しなきゃいけない。やれんのかな。じゃあ帰ります。帰ります。いたね、タクシー乗れたね。はい、帰ってきました。なんかもうあっという間にお家に着きました。もうね、イータンと僕は寝てしまって夕日を描いて寝ていました。服だけ脱がせて髪の毛ほどいたりとか、お手手拭いたりとか、そういうのだけやりました。もう多分このまま朝まで寝ると思います。だから朝お風呂入ってちょっと保育園ゆっくり行くかな。まあね、私たちはこの後お風呂入って少し飲み物を飲んでゆっくりしてから。朝10時からミーティングだよ。そうだった。じゃあ保育園ゆっくり行けないじゃん。洗濯物を回さないとだから、あ、やることいっぱい。こんな疲れたのにやることがいっぱいすぎて。それなので頑張って編集したいと思います。ここで寝たら終わりだな。めっちゃ寝たい。見てください。寝たい。風呂洗ってすぐ入れ。そうね、お風呂入ります。あ、ちょっともう取れる気がしない。あと12時間寝てる気がするどうなるかはこの後見てください。はい、今1時45分です。夜のお風呂入ったら足が少し楽になったので、これからちょこっと編集をします。編集するけど、でももう明日の動画も終わってなくてやばくて、でももうめちゃくちゃ眠くて、明日も打ち合わせあるから集中できないし、保育園にまずけなきゃだし、やばいです。マジで切羽詰まってます。でも編集しないと1時間ぐらいはやりたい。でもちょっとだけゲームもしたい頑張ります。やばい、5時になった1時間だけ仮眠してきます。あんまり編集進んでない。どうしようどうしようちょっとうとうとしてる。でも毎日最近こんな感じです。1時間だけ寝てきます。はい、おはようございます。今6時49分です。全部人参食べてるの。お菓子食べてる。そうだよ。はい、以上時間未着終了です。これからね、保育園の準備と、昨日お風呂入ってないでお風呂入れて保育園の準備をしたいと思います。あー、おはよう。あ結構ちゃんと寝れたのかな。俺にずっとくっついて寝てた、ね、どっかはね、ちょっとね、布団をハグと、イータもとって布団ハグからね、寒かったみたい。かわいい。ちょっとマイクめっちゃやったの。そうなんだ。バイバイ。ああ。喉カサカサ。ダメだって。ぽい、あ、何それ。お風呂入って保育園行こうね。バイバイ。たくもバイバイ。バイバイ。妹ちゃんが頑張ってる。